ロジカルウィッチ編。ある日の帰り道、晴れて恋人同士となった僕と舞さんはネットカフェに入っていく双葉を見かけた。気になって後を追った僕たちは、双葉が二人存在していることに気づいた。何また厄介事？双葉の中で僕イコール厄介事なのか。サクタ、あれ悪い、なんか充電切れっぽいからまた連絡する。ちょっと待て思春期症候群には否定的だった双葉もまた思春期症候群を引き起こしていた。3日前からこの世界には双葉リオが2人いる。思春期症候群ってこと？認めたくないですけど。もう一人の自分がいる家に帰れない双葉はしばらく僕の家に泊まることになった。今の双葉は2人存在するように見えているだけじゃない。双葉リオの意識も2つ存在しているらしい。翌日、もう一人の双葉は体育館にいた。視線の先には僕のもう一人の友人国見優馬。どっちも僕のよく知る双葉で、意識が2つ存在する原因だけがわからない。答えが見つからない中、僕は国見の彼女から意外なものを見せられた。双葉が際どい写真を投稿していた理由は、反応されるだけで嬉しかったから。だけど必要とされたい気持ちと見られることへの嫌悪感で、双葉の意識は2つに分離した。2人の双葉を行き来しているさなか、写真の投稿を続ける双葉に SNS で脅迫メッセージが届く。その日の晩は双葉の広すぎる家に泊まった。私は怖かったんだと思う。今はあずさ川と国見がいるけど、いつかまた一人になるんじゃないかと思って。高校に入るまではこんな不安はなかった。学校でも家でも一人でいるのが当たり前だったから。双葉は国見に惚れてるくせに、あいつのこと全然分かってない。だから僕が国見の凄さを教えてやることにした。双葉がピンチなんだ、すぐに本公沼駅まで来てくれ。電車も走ってない真夜中に、国見は全速力で自転車を飛ばしてきた。こういうやつなんだ国見は。そのまま海に向かって国見と双葉と花火をした。こっからだとよく見えそうだな。江ノ島の花火大会来週だろ。また3人で見ようぜ。おかえり。やっと片方の問題が解決したと思ったら、幸せそうに写真に写るもう一人の自分を見て、双葉は姿を消した。双葉めんどくせえ！この世界に双葉リオは二人もいらない、だそうだ。あずさ川も国見もあっちの私がいればいいんでしょ。あずさ川は無神経だ。僕が無神経なことくらいよく知ってるだろう。つうわけで19日は公家沼海岸駅に6時半集合な。あずさ川！僕は熱中症で倒れたらしいけど、目が覚めたら双葉が少し素直になってたから、倒れた甲斐もあった。ほんとほっとするね。お願いがあるんだけど。私も一緒に花火行きたい。晴れて双葉リオは一人に戻った。